はい、こんばんは。今日は初恋シン、ニアリーコールデセカンドシングル初恋シンデレラの3日目かなのジャケットのサイン会やっていきたいと思います。お願いします。はい、ということでいきます。今日のからはこんな感じです。よろしくお願いします。じゃあいきます。1枚目、マイだけのニャンフィズさん、ありがとうございます。ありがとう、いつもお疲れ様だよ。本当にちゃんと見てるからね。マイだけのニャンフィズ、見てるかな。今朝のなんかヤクルトの線がどうだらこうだらで寝れたみたいなやつを見たときに、私もヤクルト線飲もうかなってめちゃくちゃ思って、そう前もねいっぱい最近寝たいなって、上質な睡眠を保つためにどうやったら寝れるんだろうと思ってたんだけどね、やっぱり人っていうのはあのキンキンに冷えた冷房で寝るのが一番おすすめです。ありがとう。続きまして、かーい、ありがとう。この間誕生日だったんだよね確か。おめでとう、まずおめでとうだよ。まあ、そりゃさ、あの人って出会ったらさ歳は取るもんだからね。私がさ、なんか年齢を取ると、取るからさ、まあ、会も年齢を取るんですけれども、まあまあそんな風にね、これからも一緒に、月日を重ねていけたら、まあ嬉しいなと思います、とても。私、なんか会の誕生日をみんなとね、みんながね、お祝いしてて、すごく素敵だなと思ったし、あったかいなと思った。一緒に年取れるの、そりゃね、来年私誕生日行きますからね。そしたら一緒に年取れます。ありがとう。続きまして、あかりちゃん、ありがとう。あかりちゃん、いるかな。じゃあ、ありがとうって。いやこちらこそ応募してくれてありがとう。めちゃくちゃ嬉しいし、あのあかりちゃんがね変わらず好きにいてくれて嬉しいです。今日も可愛すぎて困っちゃう、好き。あ、これは自分で読むのはめっちゃ恥ずかしいな。やけど、嬉しい、ありがとう。本当に今日はね、そう、MV と同じね感じに寄せてみた髪型にしてみました。いかがですか。これからも好きでいてね、ありがとう、ありがとう。そしてじゃあ続きまして、てっちーさん、ありがとうございます。てっちーさん、じゃーん、てっちーさんいらっしゃいます。こんでー、ありがとうございます。てっちーさん本当にね、あの3日間連続3回応募してくださってありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。はい、これからもねてっちーさんとねいろんな思い出作っていきたいので、ぜひぜひ会いに来てください。お待ちしております。これからも
よろしくね、また会おうね、楽しみにしています。応募してくれてありがとう、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。はい、続きまして、竹内忠則さん、ありがとうございます。新しいやつのやつ見ましたよ、やつのやつって言ってのは全部やつで、あんまりちょっとわかんないかもだけど、見てるよ。新マイセース制作成、順調に進んでるよ。ありがとうございます、嬉しい、めっちゃ。初お披露目は、そのセンス初お披露目はいつ出したっけ、いつでしたっけ。あの、見れるのをめっちゃ楽しみにしてますね。その初うちわか、センスって言っちゃうんだね、いつも。初うちわ見れるの楽しみにしてます、よろしくお願いします、頑張ってね。続きまして、たーくん TT でやってる、ありがとう。あれだもんね、学生さんだよね確か。で、いつもショールーム来てくれるよね。初めてのサイン会、本当嬉しすぎる、ありがとうございます、ありがとう。何年生なの、気になる気になる。そうなんですって、やっぱそうだよね、なんか高校1年生なの、そうなんだ、ありがとうね。あの、これからいろんなね、なんか学校生活とか多分すごい楽しくなってくる時期だと思うから、あのテストに勉強にいろいろ忙しいと思うけれど、頑張ってね、応援してるからね、ありがとう。続きまして、ほのかお利口屋さん、ありがとう。インターンのほのかちゃん。じゃーん、ほのかいるかな、ほのかのプリンセスです。本日も絶賛インターンで動物病院から帰ってきたばかりです。犬ワン、そうなんだ、動物病院でいろいろ学んだってことかな。お疲れ様、まずはお家でインコ1羽とワンちゃん2匹飼ってるから、動物飼ってるよ。ありがとうございます。そういうことか、絵文字か。続きまして、石井かなちゃん、ありがとう。かなやんだね、かなやんがさ、いっぱい、あ、てかかなやん、ハロウィン始まったね、私あれ踊れるんだ、あれそれできないけど行こうと思ってるよ、ちゃう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 みたいなね、始まったね、忙しいかもだけど、ぜひぜひ楽しんで、本当に私行こうと思ってるからね。そう、またかなやんライブ見に来てね、かなやんがあの前のことを見て嬉し泣きしてる姿を見るの前すっごい好きだから、楽しみにしてるね。そう、またあの見たいですわ、いろいろ待ってるからね、ありがとうね。ちょうど始まったな。続きまして、たまちゃん、ありがとう。
最近はいかがお過ごし？朝ありがとう、たまちゃん。移動になって大変。大丈夫なの？移動になっちゃったんだ。多分なんか新しい環境の変化って私もあんまり得意じゃなくて、まあ得意な人ってあんまりいないと思うんだけどさ、なんか多分すごいその移動してからとか新しい環境に行ってから数日とか数週間とかって多分心がしんどくなっちゃうと思うから、そう、そういう時に舞の写真とか見て元気になってくれると嬉しいなっていう気持ちです。舞チームに会えるので楽しみに、仕事頑張るしかねえのでほどほどにね、頑張ってね。みんながこうやってさ、なんか自分の時にいろいろコメントしてくれるのありがたいです。ありがとう。続きましてマイメロユミタン、ユミタンありがとう。ツインツイン、そう最近ね気づいたんよ、普通のツインテールよりも三つ編みツインが似合うっていうことがちょっと気づいてしまい、私じゃ違うね、なんか三つ編みツインが自分で似合うとかじゃなくて、あのなんか普通のツインよりも三つ編みの方が似合うよねみたいな感じ。メンバーは三つ編みツイン好きって言ってくれるけどね。マイタンがずっと笑顔にいられますようにの気持ち、ずっとマイタンの味方でいさせてね。ありがとう。その言葉信用してもいいかな。ツイン大好きでしょ。もうツイン好きで覚えてるから。さあ福岡行くからよろしくね。よろしくね。恋人になろうね。楽しみにしておりますわ。福岡は大好きなので美味しいものとかいっぱい教えてね。ありがとう。ずっとマイタンの味方ありがとう。続きましてカンバラさんありがとう。ねえ、なんかさカンバラさんな、優しいからな本当に。なんかカンバラさん、カンバラさんってさ、なんか最初はね、私の印象なんだけど、最初はなんかあの最初は何考えてらっしゃるんだろうって思って頑張ってなんかカンバラさんのことを知ろうと思ってたんだけど、カンバラさんってすっごい優しい人なんだと思って前思ってて、なんかずっと本当に何十回何百回も感謝せざるを得ないこと、本当にあの時出会ってくれてありがとうってすごく思いますし、なんか変わらず応援してくれて前のこともポストしてくれてめちゃくちゃ嬉しいです。これからもずっともう最後まで一緒にいてね。続きましてサンピンさんありがとう。サンピンさんって書いたけどサンピンさんって呼ぶのなんかもう違和感がすごい。サインありがとう。今日のまゆちゃんも可愛い。ありがとうございます。嬉しい。前髪分けてるの似合ってますか。嬉しいなぁ、サンピンさんにそうやって言っていただけるの。前サンピンさんのことをねずっと好きだし、なんかサンピンさんだってなんか違和感だな。書くとなんか大丈夫だけど、ちょっと言うと違和感。サンピンのことすごい好きだし、なんかお話し会で喋るのがすごい楽しい。ライブで見つけるのも もちろん好きなんやけどね。だからあのお話し会もめっちゃ好きやから、またセカンドシングルよろしくね。ありがとうサンピン、呼びして嬉しい。ありがとう、待っててるのが好きってありがとう。はい、続きましてマイの綾乃ちゃん、お待たせ、お待たせでもないか。ありがとね。マイの。ポ
本当に2人で喋りたいよねっていう気持ち、2人で喋りたいなって思ってるよ。はーい、この以上のために鬼錬金頑張ってます。本当に気をつけて体には。まえさんもリハお疲れ様、ありがとうございます。本当にね、リハなんかね、本当にこの以上の期間ってもちろんね、もう こんくらいリハがあるから、なんかもう大変じゃないか大変じゃないくないかって言われたら、なんかまあって感じなんだけど、みんなのことを考えると頑張れる。ありがとう、あの会えるの楽しみにしてる。前は続きまして、ガクトントンありがとう。どう、新しい場所は慣れたね。ハロウィンも始まるけど、始まるけどっていうか、もうご飯フード系は始まってて、コスが確か9月の30とかからだよね。いやちょっとね、計画中なんですよ。ありがとう。今日も3店舗目の研修してきたよ。明日見極めとかあるんだ、研修とか。大変だね、なんかすごい大変だと思うけど、ガクトントンなら絶対大丈夫だと思うし、いけます、いけるから、あの見極めでね、できるって見極めて絶対もらえるから、落ち着いて頑張ってね。楽しみにしてるね、いい報告聞けるの、次のサイン会で楽しみにしてるよ。舞様のおかげで、ありがとう、嬉しい、ありがとう。続きまして、ひろあきさんありがとう。最近ちょっとね、ひろあきさんがね、他のとこ行ってないかなってちょっと心配になってます。さすがにちょっと会えなさすぎて、ジョイくらいじゃなかったって思うくらい、お仕事が忙しいなら頑張ってなんですけれども、違うのであれば早く会いに来ての気持ちです。本当に待ってますからね、早く会いに来てね、本当にお待ちしておりますよ。でもサイン会とかさ、あの変わらず毎回応募してくださるのとっても嬉しいので、これからもいっぱいいっぱいイベント参加してね、待ってるよ、早く届きますように。続きまして、リタンちゃまありがとう。リタンちゃま、トリキでフードファイターな、トリキ族なんか動画出てたよね。いやーすごいですね、本当にトリキ。もうリタンに会えないのは結構寂しくてさ、だから稲妻ロックで会えるの楽しみにしてるね。あゆみ行ってたからさえたの付き添いできてる。あ、そうなんだ、さえたの付き添いなんやな。ちょっといっぱい食べてね、あの細いからもっと食べて大丈夫だから、本当にこれもう目もキュルキュルだし大好きだよ、本当に早く会いたいね、ついに希望。ありがとう。たかやんありがとう。次はとか行かずに、たかやん、たかやんいるかな、多分残業中。お疲れ様たかやん、お疲れ様、すごい本当にね、もうお疲れ様だし、いつも頑張ってるの偉いよ。東京生活はいかがでしょうか。本当に私はね、都会にね、もうねズタズタにわわっ
って満員電車とかなってますけど、高山もきっと同じ気持ちだったらなって感じでもね、やっぱライブとかで高山を見つけると安心するというか、いてくれてありがとうっていう気持ちになるから、またいっぱいライブで会えるの楽しみにしてるね。ありがとう。続きまして、コメシャン、ありがとう。今日もサインありがとう。ツーショットも対面もオンラインもいっぱいだ。追加したので早く会いたいよ。今日も会いましまし。多分あのことがあってから、あれきっかけで愛がねより増したんではないかと思っております。ツーショットも対面もオンラインも追加してくれたの。ってことはセカンドシングルの初恋シンデレラ期間は私はコメシャンのプリンセスになろうかしら、なれるんだね。いっぱい会えるの楽しみにしてる。本当に嬉しいな。やっぱもう合間もなくね、会いたいからね、楽しみにしてるね。ありがとうプリンセスです。ありがとう。続きまして、もえもえちゃん、ありがとう。じゃーん、もえもえちゃんありがとう。めちゃくちゃ嬉しいよ本当に。もえもえちゃんいるかな、何してるかな。ありがとう。今日も好き。嬉しい。好きじゃなくて大好きで、訂正お願いします。もえもえ、もえもえちゃんのこと大好きなので、これからも大好きでいてね。本当にいつも本当に前にたくさんパワーとか笑顔とか勇気とかくれて本当にありがとう。大好きやありがとう。そうだよ、大好き以外は許さないからね。好きじゃ足りないよ、これからもずっと一緒だよ。ありがとう。続きまして、山谷陸さん、ありがとうございます。山谷リックさん、ありがとう。リンゴさんかな、応募してくれてありがとう。世界のやつはいつだったんだっけ。あとなんか守らなきゃいけないやつ、いろいろたくさんあって大変だと思うけど、まあリンゴさんなら守りきれてるだろうし、ずっと勝ち続けれるだろうし、余裕だと思いますよ。でもそれはいつもリンゴさんが頑張ってるからだから、前はその頑張れる源になれるよう頑張るね。いつもありがとう、ありがとう本当に。続きまして、よっしゃ行くぞ、よっしゃ行くぞ、応募してくれてありがとう。よっしゃのね、カメコ写真見たよ。イコラブさんのカメコ写真めっちゃ、もうそもそももう本当に可愛すぎる、可愛すぎるんですけど、より可愛くなってた。やっぱでもさ、なんていうの、その撮る人がさ可愛いとさ、より写真が素敵になるから、私もあ可愛くなろうと思いましたね。っ、愛華さんのがバズってたよね。シンプルに好きです。よかった。モチベーション、戻ってきて。俺が可愛いっていう理論で合ってる。違うよ。マイカさんが可愛いっていう理論だよ。ヨッシちゃんは可愛いではないよ。可愛いではない。ただとても素敵だよ。ありがとう。可愛かったらおかしいでしょ。
続きまして、たいちゃんありがとう。いるかな。たいちゃんありがとう、今回も応募してくれて。たいちゃんはあれ、なんかさ、直接的なさ、なんか表現とかはさあまりないけど、あのなんかいつもマイと喋ったらなんかふんって感じなのが嬉しい。なんかね、あの最初、結構最初らへんに来てくれたライブとかはって感じだったんだけど、最近はふんふんって笑ってくれるからすごく嬉しいよ。これからもいっぱい前に笑顔を見せてね、待ってるね、ありがとう。続きまして、にむちゃんありがとう。じゃーん、にむちゃんありがとう。にむいるかな。にむはあのワイと架け橋に行ってくれるって、この前の配信じゃなくてサイン会でも言ってたから、めちゃくちゃ嬉しかったよ。本当にいつもありがとうね、にむ。最近残業でしんどい。いや、やっぱ9月ってさ、なんか急にしんどくなる季節だよね。残業とかもあると思うけど、頑張って、前も頑張るから頑張ってね、応援してるね。まいさんの顔見て笑顔出て、頑張れ頑張れ頑張ってね。季節なんだ。うん、9月は割と毎年私しんどいかなありがとう。続きまして、やっほーともさんありがとう。なんかサイン会はお得だから他のメンバーも応募してるけど、対面系は私しか応募しないでほしいんだけど、そこのところいかがですか。他のメンバーももしかして応募申しちゃいましたか。いかがいかが、ヤッホーさんありがとうって言ってるけど、応募しちゃいましたか。応募してたらもうそれだけにしてくださいよ、寂しいので。あ、その顔やめてほしい、やだ、もうダメだよ、ダメダメ、浮気厳禁だよ、ダメだよ。続きまして、レンリちゃん、レンリありがとう。なんかさ、最近レンリのさ、私に対するさ気持ちがなんか冷めてきてるなって感じます。冷めてきてるなって感じる。まあ世界にはいろんなアイドルの子たちがいるけど、なんて言うんだろうな、もちろんもうね、出会って3年目とかなったら慣れが発生してきてしまうかもしれないけど、常に新しい気持ちで前のことを好きでいてくれたら前は嬉しいなって思ってるから、常に新しい気持ちで前のことも変わらず好きでいてほしいなって思います。ありがとう。続きまして、ひろねこちゃんありがとう。ひろねこはさ、最近ちゃん付けで呼んでもらうのハマってんの。全然呼ぶよ。
私の対面買ってる？ある？チケットなくて後悔しない？ひろねこちゃん応募してくれてありがとう。本当にひろねこは最近でもあんま会えてないなって思うから、なんかライブきりじゃない？特にオンラインも会いに来てくれてないからお話できてないから寂しいなっていう気持ちだから、またそろそろ話したいなって個人的には思っているので、会いに来てくれると嬉しいです。セカンド待ってるね。ありがとうひろねこちゃん。ひろねこっていつも言うからなんか不思議な感じだわ。続きまして、ブバイガワラさん、あー大原ね。じゃーん、大原います。大好きやで。ありがとう、前も大好きやで。なんか大原はずっとさ、ジョイン、ニアジョインの誰にも揺るがないよね。なんか揺らいでるところ、私あの警察不足なのかもしれないけど、今んとこ見たことなくて、そう前はかなり嬉しいなっていう気持ちです。これからも一生揺らがないでね、前だけだよ。ありがとうございます。ありがとう。そもそもまいちゃんしか見てない。ありがとう。嬉しい。それが聞きたかった。続きまして、ケイさん、ありがとう。ケイさん。はい。もう今年も半分過ぎてね、もうすぐでも今年が終わってしまいますけれども、あと私2回は見に行きたいですね、スタジアムでって思ってるんですけど、ケイさんはいかがでしょうか。まあ今ねちょっとまだスケジュールを見れてないから、どの試合に見に行けるかわかんないんですけど、あのそもそもね今年がね、まあ4月のやつしか見に行けてないので、ちょっとそろそろ見に行きたいなって様子は探ってます。秋からもよろしくな、負けへんで負けへんで、ほんまにもう負けないように前も頑張る、前も応援頑張るのでね、ぜひぜひねスタジアムでお会いしましょう私が行けたら、ケイさんが行けたらなんだけどね。ありがとう。はい、続きまして、うっちーさん、ありがとう。うっちーさんはね、モーメントでね、すごくね、感じる熱とか。サインありがとう。緊張するけど、あさっての試合で頑張って、堂々と、旗持って、更新してくれる。頑張って言ってたやつか、なんか。頑張って応援してる、本当にもう大丈夫だよ。うっちーさんのね、あの熱量があればね、もう大丈夫、緊張なんてしなくていいよ。本当になんかやっぱりもう私がモーメントとかコメントすると、うっちーさんがいろいろ長文で書いてくださるのを見る時間がすごく好きなので、あのうっちーさんこれからもねいっぱい前のサポーターとしてこれからもそばにいてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。頑張れ。はい、続きまして、あ、たーくん2枚目、お、たーくん2枚目ありがとう。嬉しいな。いやー、たーくんは学校で何してるの？
はニャジョイちゃんを知ったきっかけがまいちゃんの何でしてくれたんだろう。ありがとうね、嬉しいわ、とってもありがとう、本当に。でまいをおしめにしてくれてとっても嬉しいよ、ありがとう本当に。なんだっけ、ティフだっけ、なんかさ来てくれたって言ってなかった。それはお話し会に参加できるまで秘密。楽しみにしてる、早く来てそうだよね、ありがとう来てくれて、またライブで会おうね、ありがとう。学校も適度に頑張れ。続きまして、ユリスピーさん、ありがとうございます。ユリスピーさん、私推しじゃないからな。なんでなんでなんで私推しじゃないん。ユリスピーさんでもね、変わらずずっとサイン会も応募してくれてありがとうございます。すごくすごく嬉しいです。本当にね、ジョイさんもうね、初恋シンデレラ全然さ、これまでと違う感じの系統なんだけど、もっともっと好きになってくれたら嬉しいなと思うので、ぜひぜひ好きになってください。本当にユリスピーさん、変わらずこれからもジョイのこと、そして私のことも応援よろしくお願いします。サイン会もいつも参加してくれてありがとう。続きまして、フッシーくん、ありがとう。今日のサイン会は見れないって言ってたもんね。なんか他の推しメンがなんちゃらこうちゃらみたいな。ねえ、何してんの？本当にさ、あと髪の毛オレンジに染めたって本当ですか？だとしたらびっくりするんだけど、オレンジに染める、オレンジに染めるか。私もオレンジに染めるっていう考えがあんまりないから、なんかびっくりなんだけど、オレンジってどういう感じなのかなと思ってちょっと見てみたいなっていうネタだったらごめんね、だけどあの見てみたいなっていう気持ちでいっぱいだから、またちょっと会えない期間あくけど楽しみにしてね、喋れるの。続きまして、まあありがとう。ありがとう、本当にありがとう。いるかな、なんかあざまるあざまる、今日も可愛くてキュンです。ずっとキュンキュンしといて、じゃあ前に会うたびに、前はもうずっとずっとキュンキュンしてもらえるように頑張るからね。まあ本当にそろそろ会わないとって感じなんだけどさ。そう、あ、うえー、まあさ、一瞬間違えたかと思った。波線なんだ、マジです。本当にこれからも愛忘れないでね、ずっと大好きだよ、ありがとう、絶対忘れないで、ダメ、まき元気。続きまして、おたべりんさん、ありがとう。おたべりんさん、ありがとう、ありがとう。おたべりんさん、いるかな、いないかな。ありがとう、応募してくれて嬉しいよ。そう、初恋シンデレラね、そう、 MV もめちゃくちゃ
ちゃ可愛く、珍しく、私が言うの珍しいんですけど、珍しく可愛く漏れたので、ぜひぜひ見てくださると嬉しいです。てかもう見てると思うけど、よろしくお願いします。ありがとう。続きまして、まゆかちゃん、ありがとう。ありがとう。10月と1月の対面ツーショットで会えるの楽しみにしてるね。ずっとまゆちゃんラブで、ありがとう。めっちゃ嬉しい。10月のツーショットっていうことは10月の後半かな。ちょっと会えるまでちょっと先が長いけど、前はじゃあ楽しみにしてるね。本当にツーショットね、ツーショットってさ、写真だからさ、当たり前なんですけど、ツーショットは写真だからさ、ずっと記憶に残るじゃん。だから私もめちゃくちゃ好きなので、ツーショット楽しみにしてるね。ぜひぜひまゆかちゃんの携帯に前のこと残してくださいな。いっぱいお話できる楽しみにしてるね。ありがとう。これからもよろしくね。続きまして、ゆずみかんちゃん、ありがとう。ゆずみかんちゃん、応募してくれてありがとう。ゆずみかんちゃんは、いつから会ってない？まいちゃん、今日もありがとう。大好きで、前も大好きだよ。いつも本当にありがとう。本当にね、ゆずみかんちゃんとお話しする時間、私めっちゃ好きだから、セカンド始まったらまたお話ししたいなっていう気持ちでいっぱいだよだからセカンド期間いっぱい話せるの楽しみにしてるね。ありがとう、応募してくれて。続きまして、みちるちゃん、ありがとう。もちろん丸文字。はーい、ありがとう。今日もありがとう。イコの衣装楽しみにしてるね。ありがとう。え、なんだっけ、待って、思い出せない。そう、あのピンクのやつはすごく楽しみにしてます。本当に本当にこの衣装もね、あと2週間ちょいかな。え、2週間ちょいなの？ちょっと待って、パニック。でも2週間ちょいで会えると思うと楽しみだし、頑張ってねって、ありがとう。なんかしみる、嬉しい、ありがとう。楽しみにしてて、頑張るから。ありがとうね、みちるちゃん。続きまして、セナ、ありがとう。セナ、セナ、こさつ来るんでしょう。まいちゃん、なんすか、なんすか。じゃん、楽しみにしてる。ありがとう、ありがとう。すごい前もね、楽しみにしてるし、本当にね、セナのこと大好きだから早く会いたい。セナがいつものあの
うちわみたいな。忘れないでね、本当に置いてっちゃダメだよ。からあれがあってね、本当にね、もうね、あっちなってなるから、またね、あの来年、去年みたいに、ね、見つけさせて、ありがとう。続きまして、ある、ありがとう。あるいるかな。ある、ありがとう、覚えてくれて。ちょっとあると最近全く会えてないから、ちょっと寂しい。今出先です。なんとか駆けつけられてよかった。はい、ありがとう。こちらこそありがとう、本当にね。あ、出先なんだ、忙しいのに来てくれてありがとう。本当にこちらこそサイン書かせてくれてありがとう。あるとね、もっともっと仲良くなりたいなって思ってるから、またセカンドシングル期待よろしくね。ありがとう、ありがとう。ういのまるちゃん、ありがとう。ゼッケン頼めたよ。あ、ゼッケンやばい、早く来て、ありがとう。ビュースね、まあ、でもね、やっぱね、私もね、いつもね、メンバーにあのビブスのことをゼッキーさって言うからさ、みんなにいや、ビブスだよって笑われるの同じだね。今日も好き、可愛すぎ、ありがとう。好きになってくれて本当に、ういのまるちゃん、ありがとう。あ、ビブス行かないで、楽しい。そう、私もいつもね、あのゼッキーって言うから、もうゼッキーだよ、私にとっては。そう、行かない以上にね、楽しみにしてる。前見つけられるように頑張るね。ありがとう。ちょっとね、お水休憩も必要ですからね。お水休憩あります。なんかめっちゃ声聞こえる誰の声だよ。なんかね、最近めっちゃ気にしいなんですよ、音に敏感で。ちょっとリップ塗りますね。さすがに血色がね、どういたさ。ちょっとそう、ごめんね、本当にちょっとね、考えてたの、あんってなってて。そう、最近ちょっと音が気にしい。でも大丈夫です、いけます、いけます。ちょっとジュリーさんがね、今日は目薬を貸してくれたので。あ、そう、明日ジュリーの誕生日だよ。みんな祝う準備できてる？マイはできてます。はい、ちょっと休憩。うわ、あれ、あ、そっか。そう、最近目も水分補給ね。違うんです、なんかちょっとほんま最近本当に些細な音でもちょっと気になっちゃう感じになっちゃって、音に敏感になってるんですけど、全然大丈夫なんで安心してください。
飲み方気持ち悪かった、すいません。お洋服かわいいです。ありがとうございます。お洋服かわいいでしょ。ありがとうございます。じゃあ続きいきますね。おお、はい、いきます。続きまして、高橋正人さん、ありがとう。いるかな。ありがとう、まさとさん、ありがとう。いるかな。ありがとうございます。応募してくださってとっても嬉しいです。本当にね、いつもね、ずっと応援してくれてありがとうございます。初恋シンデレラ期間もいっぱい思い出作れたら嬉しいので楽しみにしてますね。ありがとう、応募してくれて、これからもよろしくね。はい、すいません。すいません。行きますね。再開します。続きまして、たーちゃん、ありがとう。かよちゃん、ありがとう。まいちゃんの声のファン。声ファン、声ファンやめて。あの高嶺の花パートが好きすぎます。え、嬉しい、ありがとう。あそこね、めっちゃいろんな人に褒めてもらえて、前も嬉しいなっていう気持ちだから、言ってもらえてめちゃくちゃ嬉しい、ありがとう。かやちゃん、またリアルなイベントとかで会えるの楽しみにしてるから、舞のレースにも遊びに来てね、待ってるよ。今日もありちゅに、ありちゅかわいいってやってきました。かわいかったです。今度ね、タイミングよろしくね、待ってるね、ありがとう、嬉しい、これからもよろしくね、ありがとう。続きまして、ケイソさん、ありがとう。にゃん、にゃん教えてくれたよね、サッカーチーム、ありがとう。にゃん、これでも関西出身って言ってたもんね。いやー嬉しいよ、なんかコメントしてくれたりとかするのも、昔から会いに来てくれたりとかするのも、なんか私はすごいあそこの連番めちゃくちゃ好きで、そう、これからもずっと連番で会いに来てほしいなって思うし、すごくケイソさん自体も私はめちゃくちゃ好きだから、なんか今度はもっともっとサッカーのお話とかもしてみたいなって思う。私まだまだ
わからないことだらけだから、なんかいっぱい教えてほしいなと思います。ぜひぜひお待ちしております。ありがとう。続きまして、リタンちゃま2枚目ありがとう。大丈夫？お腹パンパン？今どっちのまいちゃまの方がモチベ高いの？どちら？フッカルで後座チケット買ったの？嘘。え、めっちゃ嬉しい、ありがとう。ってことはあと3日で会えるってこと？え、めっちゃ楽しみにしてる。え、嬉しい、ありがとう。え、嬉しい、めっちゃ。で、今まいちゃん、まあ、どっちの方がモチベ高いの？私だよね、私だよね。4人で行く。あ、それは分かってる。モチベ、私だよね。ありがとう。強行突破。モチベのコメントだけ来ないな。はい、続きまして、ゆっかちゃん、ありがとう。ゆかちゃんありがとう、サインありがとう、お洋服も見た目も可愛い、早く会いたい、ありがとう。そう、このパフスリーブのね、お洋服めっちゃ可愛いんですよ。ありがとう、嬉しい。早く会いたいな。前もゆかちゃんに早く会えるのをとっても楽しみにしてますよ。本当に早く会いたい気持ちでいっぱいだから、早く会いに来てね、待ってる。そう、ゆかちゃんはどんな髪型が好きなのかな、楽しみにしてて、私その髪型するから。ありがとう、ゆかちゃん、これからもよろしく。嬉しい、ありがとう。続きまして、中田圭介さん、ありがとう。控えめに言っても言わなくても、まいちゃんだけってここに誓わせてください。やばい、嬉しい、ありがとう。なんか嬉しいな、本当に。なんかちゃん中はずっと変わらず、まいのことを好きでいてくれるんだよね。ありがとう、嬉しい。サッカーうまそうな名前。え、確かにうまそうなんだけど。なんかこれからもずっと前一筋でいてね、よろしくね、ありがとう。もうね、ちゃん中にはね、オレンジの血しか流れてないんで。はい、次いきますよ。続きまして、らーちゃん、ありがとう。なあちゃん、ありがとう、嬉しい。この前お手紙読んだって言ったら、すごく嬉しそうな感じで言ってくれて嬉しかった。いつもまいちゃんのおかげで頑張れてるよ、大好き。こちらこそ、まいもすごい大好きだよ、本当に、いつもありがとう。まいも大好きな気持ち負けない。本当にね、ばあちゃんがね、いろいろ頑張ってる姿とかをね、聞いたりね、するとすごく嬉しいから、ばあちゃんでも適度に頑張って、前にいっぱいね、好き届けてくれると嬉しいです。待ってるね、ありがとう、ばあちゃん。続きまして、あみちゃん、ありがとう。
がとう。今日のまいちゃんも可愛すぎる、大好き。ありがとう、嬉しい。三つ編み好き、ありがとうね。今日面接だったんだけど、サイン会モチベに頑張ってきて、ありがとう。本当にね、サイン会モチベに頑張ってくれてありがとう。面接お疲れ様。きっと素敵なね、結果になると思うし、大丈夫だよ。頑張ったね、偉いね。いつも舞のこと好きでいてくれてありがとう。ハーフツイン愛してる。ハーフツインね、本当にこれもツインだから許して、ありがとう。これからもずっと一緒にいてね、ありがとうね。嬉しい。面接本当にお疲れ様だ。続きまして、よっしゃ行くぞ。2枚目ありがとう。なんかよっしゃ行くぞはさ、古刹当てれなくてごめんねって、この前のサイン会の時に言ってくれてたけど、なんか古刹動向ももしかしたら大事だなって思う人がいるかもしれないけど、思い出って他にも作れるし、これまで作ってきたものとかもあるから、あの一個の出来事にとらわれなくてもいいよっていうのは違うかもしれないけど、そんなに重く捉えないでね。好きシンプルスに好き、ありがとう。ツアーでまいちゃんの素敵な写真撮りたい、ぜひぜひね。そう、楽しみにしてるね、ツアー。本当に会えるの楽しみにしてるし、ぜひぜひね、ヨシアンのカメラでね、前のこと可愛く撮ってね、ありがとう。はい、続きまして、ちはやさん、ありがとうございます。ちはやさん、ありがとうございます。わーいって、嬉しい、ありがとう。本当にさ、ちはやさんも言ってたけど、まだ会えてないのが前はすごく寂しくて、本当に大阪会えなかったのめちゃくちゃ寂しいけど、あのまた会えるように楽しみにしてるからね。本当にわーいって、かわいい、ありがとう。ちはやさんとはさ、なんかオンライン個別お話し会が私は楽しいなってめちゃくちゃ思ってて、そう、10月いっぱいあるよ、楽しみにしてる。ありがとう、嬉しい、めっちゃ楽しみにしてますね。ありがとう。続きまして、みどりちゃん、ありがとう。あれかな、いつもゆうかちゃんのファンマークつけてるみどりちゃんかな、違うかな。そうだよね、やっぱそうだよね。え、サイン会ありがとう。あ、サインありがとう。イコノイショイも2024も、ツーショットも行きます。え、嬉しい、ありがとう。楽しみにしてる。いつもさ、ショールームとかさ、遊びに来てくれてありがとう。ちゃんと前は覚えてますよ。そう、ありがとう、嬉しい。ぜひぜひ、そこの虹風の後ろにね、あのうさぎさんとクモもつけてくれたら嬉しいなって思ってるから、待ってるね。本当にサイン会ね、サイン書かせてくれてありがとう。プリンセスにしてね。続きまして、ほのかー、今回はちゃんとワンちゃんに打てるかしら。打てますよ。あ、わかりしたわけじゃないのに、
ありがとう、本当にワンちゃんいっぱい。でもね、私結構ね、なんかね、性格とか構造とかが犬っぽいって言われるから、顔は全然犬じゃないけど、だけど言われるんだよね。だからワンちゃんなのかもしれないね。そういえばツアー全部当たってて、恋人になれるじゃん。恋人になりに来てね。まあいろんな人にね、あのいろんな人との確率の勝負になるんですけど、あの頑張って私のことをゲットしてください。ありがとう。まあ犬わかるって、本当ありがとう。続きまして、ポクポクありがとう。じゃーん、ありがとう、ポクポク応募してくれて嬉しいよ。ずっと変わらずマイと葵のことは好きでいてくれてますか。いつもさ、そうニアリーイコールジョイの高橋真弥さんと大西葵さんを応援していますみたいな感じのさ、ステータスメッセージみたいなの書いてくれてるじゃん。そう、あ、三つ編みの毛先いい感じ、ありがとう。ほらやっぱり、ほらそうだ、好きなアイドル、え、ありがとう、嬉しい。三つ編みの毛先はね、巻き巻きしましたよ。いかがですか、可愛いって言ってくれてありがとう。いい感じ、サイン早く届きますように。パー、ありがとう。続きまして、なねこちゃん、いないのかな、さっきまでいたけど。犬猫ちゃん、ありがとう、ありがとうね、書かせてくれた、ありがとう。とにかく兵庫ではオレンジと赤振るかってコメントしてくれてたから、兵庫ではオレンジと赤振ってくれるの楽しみにしてるね。いっぱい振ってね、オレンジと赤楽しみにしてるからね。いつもありがとう、いっぱい振ってくれて、本当にこれからもよろしくね。続きまして、ナッツありがとう。ありがとう、夏を覚えてくれているかな。いるかしら、夏。今はちょっとお忙しいのかな。ありがとう、サイン書かせてくれてめちゃくちゃ嬉しいよ。夏のね、プリンセスでずっといさせてね。前の方ずっと変わらず好きでいてね。好き、これからもいっぱい増してください。本当にセカンドシングル期間も会えるの楽しみにしています。ありがとう。続きまして、カエルさんチームありがとう。今回の3がちょっと違うな、横だ。カエルさんチーム3のプリンセス、イエーイ。今日は休み取りました。あ、ありがとう、偉いね、休み取れて偉いね。ありがとう、休み取ってくれて。3チームさんだよ、カエル3チーム。また話したいからセカンドも会いに来てね。
今日話せるのを楽しみにしてるからね。またね、いっぱい話してこれからね、絆っていうかお互いのこと知りたいから楽しみにしてるわ。ありがとう。でもなんか出会ってからさ、もうすぐタメ語かも。ありがとうございます。続きまして、かやちゃん、ありがとう。かやちゃんいるかな。じゃーん。あー、応募してくれてありがとう、かやちゃん。めちゃくちゃ嬉しいよ。かやちゃんは今日はお忙しいのかしら。せっかくかやちゃんいるかなと思ったらちょっと寂しいよ。でもね、このサインが届くからにはかやちゃんにね、かやちゃんのプリンセスになれてると楽しみにしておりますので、早くかやちゃんのものに届きますように。かやちゃん応募してくれてありがとう。ありがとう。続きまして、りょうむちゃん、中国。おえー、中国。ありがとう。りょうむちゃんさん、ありがとう。シェイシェイ、ありがとう、応募してくれて。もう愛にありがとう、本当にめちゃくちゃ嬉しいよ。ぜひぜひね、届きますように、楽しみにしててください。ありがとう、嬉しい。シェイシェイ、ダジャハオと愛に。続きまして、ひろねこ3枚目ありがとう。めっちゃしてくれてありがとう。いっぱい応募してくれたね。今はサイン、前のサインを見ずに何をやってるのかな。他のところにいるのかなの顔。寂しいから早く戻ってきてください。待ってるね、本当に。いっぱい応募してくれて本当にありがとう。めっちゃいっぱい応募してくれてるよね。なんか5枚、めっちゃ応募してくれてありがとう、本当に。いっぱい前もラブ届けるね。続きまして、この夏ありがとう。ありがとう、まいちゃんのおかげで毎日元気出るよ。明日のテスト頑張れ。頑張って。何のテストなの。何のテストがあるの、教えて教えて。何のテストがあるの、何のテストだい。教えてください、ぜひぜひ。でもテストって大変だと思うけど頑張って。小児看護学、難しそう。でもね、こ
小夏なら大丈夫だから、前はいっぱい精いっぱいフレ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 小夏してきますからね。頑張ってね、応援してるよ。難しそう、でも前のことを思い出せば多分いける。はい、続きまして、3品ありがとう。毎日ありがとう。私は楽しみにして、あと3日です。会えるの楽しみにしてますよ。あとじゃあね、やっぱ大きいじゃん、大きいからさ、その大きい場所からいかに見つけられるかがすごく大事になってくると思うので、前は精一杯頑張って3品のこと見つけますので、またライブで、ね、合わせ合いましょうね。楽しみ、応募してくれてありがとう。これからもずっとよろしくね。嬉しい。あとじゃあ会いに来てくれるんだ。続きまして、ペイペイありがとう。最近、みんなの画像を使ってあげられなくてごめんよ、本当に。あ、それ多分画像僕です。あ、わかります。ペイペイ、はい、ペイペイなんで。あ、もうそのシングル終わりましたね。これはあれだったわ。でもね、ペイシャンがね、前の告知を待ってるということで、ちょっとね、朝頑張って起きてしました。もう終わったんですか。もう、これあれだから、初恋シンデレラだからもう終わってます。でもまだね、ちょっとはね、あの、シンデレラ期間残ってるから、いっぱいペイペイ、ペイペイしていきましょう。衣替えしますね。衣替えして、次は何やるの。初恋ペイデレラ。ありがとう。あ、楽天ペイで。はい、続きまして、楽担当ありがとう。ありがとう。あ、素敵。緊張するね。前が緊張しちゃうわ。いろんな覚えることもいっぱい覚えたんだろうな。偉いね。本当にお疲れ様。明日はね、ただ頑張るのも緊張。いや、大丈夫だよ。もう夢の国だからね。多少できなくても笑顔を振りまくんだよ。笑顔をいっぱい振りまいてきな。そしたらね、あー、ちょっと見捨てたけど、まあ、OK ってなるから大丈夫。いい報告ができるように頑張ってね。応援するね。ありがとう。続きまして、ベベさん、ありがとうございます。最近いっぱいあげてるよね、私の写真。リンが一かわいい。違うよ、そんなことない。本当にでもありがとう。いつも可愛く前の写真撮ってくれて、最近いっぱい前の写真を載せてくれてるのめちゃくちゃ嬉しいです。本当にありがとう。感謝です。本
当にまたね前のこといっぱい可愛く撮ってください。それまでにねちょっとねスタイルとかちょっと余計なものたちをね頑張ってなくしますわ。ありがとう。続きまして、ウイノマルちゃん、ありがとう。ウイノマルちゃん、応募してくれてありがとう。ウイノマルちゃん、2枚目です。嬉しい、ありがとう。ウイノマルちゃんがビブスを買ってくれたということで、もうそれをね着てねコニファーフォレストでもう無双しちゃってください。楽しみにしてるよ。本当に応募してくれてありがとう。これからセカンドシングルでいっぱいいっぱい仲深めていこうね。おしゃべりできるの楽しみにしてます。ありがとう、ウイノマルちゃん、これからよろしくね。続きまして、あゆだけのみつきちゃんさん、おこれはみつきのファンの子なのかな。お、あゆだけのみつきちゃんさん、ありがとう。教えてめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとう。どうなんだろう、前のことを覚えてくれたのは嬉しいな。ありがとう。ぜひぜひね、サイン会だけじゃなくて他のリアルイベントとかも待ってるのでお待ちしております。ありがとう。続きまして、あやのん、ありがとう。あやのんいるかな。応募してくれてありがとう。いるかな、いないかな。お疲れ様、今日も頑張ってて偉いよ。前もね本当にね、あやのとまた会えるのを楽しみにしてるし、本当に大好きだから、待ってるね。いろいろいろんなイベントでお会いできるのとかもすごく楽しみにしてるから、あやのも変わらずずっと前のこと大好きでいてね、ありがとう、大好きだよ。続きまして、千葉店、ありがとう。マジでこのまま呼ばれへんかと思ってた。え、応募したのを忘れてたってこと、それとも漏れてるかもって思った。この一人のためだけに毎日生きてます、よかった。でもこういろんなね他のとこ行ってるの知ってるけどね、ずっ
と言おうと思ってたんですけど、いつもマイって呼んじゃってごめん。マイちゃんだよ。それかマイあのでね、あの謙遜していただいても構わないけど、マイちゃんって言われたら嬉しいよ。謙遜、あれ尊敬か。これからもよろしく。怪しいのそれ、うるさいよ。続きまして、はい、あ、はい、うち、ありがとう。はい、うちさん、お元気？はい、うち、お元気？じゃーん。はい、ありがとう。今日も大好きで、なんかアバター変わった、なんかアバター変えた、これだと思ったから、あれ、まあ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 、ありがとうありがとう、覚えてくれて。はやち、そうそうね、はやちのあのふわふわのね、まいちゃん大好きだよっていう感じにね、早く会いたいから、お前もお楽しみにしておりますね。ありがとう、はやち、これからもずっとずっと大好きだよ、本当にありがとう。変わったよね、やっぱそうだよね、サングラスしてる、見かけに、あの顔可愛いのに面白い女さんだ。続きまして、リンパパン、ありがとう。まいちゃん、こんばんは。やっと来れました。なんかさ、これまではさ、ローマ字だったよね、サイン会参加してくれるの。でも、初恋シンデレラになってから、ひらがなになったよね。お話し会、ツーショット会もよろしくです。楽しみにしてる。ありがとうございます。すごい楽しみにしてるね、リンパパさん。そうだよね。前からサイン会を応募してくれてたけどって感じで、ひらがなにしてくれてる。そうだよ、覚えてるよ、ちゃんと。いつもありがとう。お話し会とツーショット会会えるのすごく楽しみにしてるから、10月かな、10月の方かな、待ってるね、ありがとう。続きまして、ひろねこちゃん、ラストかな、ひろねこ、あと1枚あれば、ありがとう。ありがとう、ひろねこ。ひろねこがね、ショールームとか来てくれたりとか、なんかでもひろねこってやっぱさ、レスとかしたらさ、ちゃんとさ受け取ってくれるじゃん。そこが私はすごく好きで、なんかレスとかしてさらっと受け流すんじゃなくて、ちゃんとリアクションしてくれたりとか、なんか私の子を取るの、私のあだ名をね、ライブで大きな声で呼んでくれるところとかすごい好きだよ。いつもありがとう。これからもよろしく。続きまして、あいにゃお母さん、ありがとう。ハロウィンまであと1ヶ月ちょいくらいですね。アイニャの本領発揮の時が来ましたね。いかがですか。やっと間に合った。ありがとう。こちらこそありがとう。応募してくれてめちゃくちゃ嬉しいよ。そう、ハロウィン期待してます。話そうね。そしてごめん。うん。もっと話したいし、なんで他のところ行ってるのっていう感じだし、あのハロウィン、あのハロウィンどうしようかなーって感じ。このままだとどうしようかなどうしようかなーって感じだから、会いに来てね、待ってるよ。ありがとう。
ごめんじゃ許されませんからね。続きまして、じゅんじゅんさん、ありがとう。じゅんじゅんさん、応募してくれてありがとう。嬉しい、めちゃくちゃ。じゅんじゅんさんいるかな。でもじゅんじゅんさんはさ、いつもまいちゃんだけですよって言ってるから、その言葉、お前は信じてるけど、まいのことがっかりさせないでね。まいは信じてるからね。これからもずっと一緒にいてね。一途で前のことしか考えないで、前のビブスだけ着て、前のペンライトだけ振って、応援してね、待ってるよ。ありがとう、応援してくれて。続きまして、ゆみちゃん、ありがとう。ゆみちゃん、ゆみちゃんいるかな。舞のことが大好きなゆみちゃんはどこですか。いた。サインありがとう。話したいこと多すぎて来月になるのが待ち遠しいよ。え、確かに待ち遠しい。前も待ってるけど、あの X とかでポストしてくれたらしっかり見るから、なんかぜひぜひポストして、だから楽しみに。でもやっぱ直接ね、喋れるのはね、直接っていうか、一対一で喋れるのがちょっと遠いからちょっと寂しいけど、あのゆみちゃんの近況とかまた聞けるの楽しみにしてるので、よろしくお願いします。ありがとう。ポスト頑張れ。続きまして、みずきちゃん、ありがとう。みずきちゃん、ありがとう。みずきちゃんいるかな。応募してくれてありがとうね。セカンドシングルでね、みずきちゃんとね、もっともっと仲深めたいので、ぜひぜひ会いに来てくれるの待ってます。今回めっちゃいろんなイベントあるから、ライブもこれからいっぱいあるし、エコノミジョイだってあるし、そう、あとじゃあちょっとあと3日しかないけど、でも会えるの楽しみにしてるから、みずきちゃんぜひぜひ会いに来てね。前もみずきちゃんと思い出いっぱい作れるのすごくすごく楽しみにしてるからね。いつもありがとう。これからもよろしくね。続きまして、どねこちゃん、ラストありがとう。めっちゃ応募してくれたな、ありがとう。めっちゃ嬉しいわ。じゃーん、めっちゃ応募してくれてありがとう。めちゃくちゃ嬉しいよ、本当に。色猫がね、これからも前のことを好きでいてくれることを願って、前は色猫にレッスンをし続けるだけだと思うので、色猫はずっと前に一途でいてくれることを願っておりますので、よろしくお願いします。ひろねこ、いつも本当にありがとうね。これからもずっとそばにいてね。大好きだよ。お前も応募してくれてありがとう。続きまして、サンピン、ありがとう。サンピンもたくさんありがとう。
しみやと、じゃあ楽しみやね、会えるの。ホイップにサンピンありがとう、ラストありがとう、早くこの以上で、かわいいかわいい、マイちゃんを撮りたい、これまた撮ってやもうこれね、ここがちょっとね見えるから かわいいのいっぱいするね、なんかいっぱい撮ってね、楽しみにしてる、この以上楽しみにしててね、大好きだよ、これからもね、いっぱい前のこと可愛く収めてね、任せてって楽しみにしてるよ、ありがとう、サンピンいっぱい応募してくれてありがとう、イコのイジョイもよろしくね、大好きだよ、ありがとうサンピン、続きまーし、続きまして羽高さん、ありがとうございます、羽高さんいらっしゃいますか、いつもありがとう、本当に羽高さんが前のことを応援してくれてて、前はとってもとっても幸せだなって思います、いつも本当にありがとうね、ファーストに続きセカンドシングル期間もこれからもよろしくお願いします、セカンドの初恋シンデレラのサイン書かせてくれてありがとう、早く届きますように、ありがとう、続きましてカンさん、ありがとう、今日はカンなんだね、じゃーん、まいちゃんのヒーローでいたいな、ヒーローでいてね、嬉しい報告も10月に合わせて楽しみに待っているのでお待ちしております、浮気は厳禁だよ本当に、でもかんさんが可愛く撮ってくれるのとかも楽しみにしてるのでお待ちしております、またあのよろしくね、本当にこれからもずっとぜひヒーローでいてくれるの楽しみにしておりますので、じゃあプリンセスで行きます、ツアー全部行きます、当たり前に待ってます当たり前に待ってますよ、ちゃんと待ってるんで、私はカンさんのことありがとう、続きましてマイだけのニャーピズありがとう、なんかさ、そう一時期ツイートなかった時さ、めっちゃ心配してたけど、よかった、生きててくれてありがとうって思った、そうニャンフィズもさ、いつもさマイのステージの立つ理由になってくれて本当にありがとう、なんかニャンフィズがもう笑顔であのペンライトというか振ってくれて、あのレスした時に笑ってくれるだけで前はその日すごいライブ頑張ってよかったなと思うし、なんか自分のステージに立つ存在意義になってくれて本当にありがとう、ツアーも楽しみにしてるしね、この移住とかいろんなイベントこれからもあるけど、きっと体とかもすごい大変だと思うけど、美味しいものいっぱい食べてあの前に会いに来てね、楽しみにしてるよ、いつも本当にありがとう、ありがとう、続きましてみちるちゃんありがとう、みちるちゃんありがとう、じゃーん、さっきのピンクのってお洋服、そうお洋服の話、あれをね9月の後半ぐらいになったらね着たいなと思って、肌寒くなったくらいにさ、多分あの生地ってすごく
役立つだろうなと思って。そうありがとう。そうプレゼントもお洋服めちゃくちゃいっぱいしてくれて本当にありがとう。このワンピースも嬉しかったし、あのピンクのも使う予定だし、いっぱい使わせていただく予定だから楽しみにしててね。本当にたくさんありがとう。今日のお洋服好きに合ってる、かわいい、ありがとう、嬉しい、ありがとうね。これからもよろしくね、ありがとう。これからもよろしく、ありがとうね。続きまして、リタンちゃまラスト。私が一番だよねの圧をめちゃくちゃかけたあの濃いリタンちゃま。あとじゃあ前の方が好きなんじゃないのよ。ねえダメだよ、もう前の方が夢中にさせるからね。前私の方がもう前とかやったら前じゃんか。だけど前の方、私の方が好きな自信あるから、私の方がメロメロにするし、私の方が見つけるし、私の方がファンスします。ありがとう、大好きだよ。何張り合ってんねんって感じだけどね、みたんからしたら。最後はたけさん、ありがとう。ニヤカワの台湾、ありがとうございます、嬉しい。来週の稲妻も行くね、カメラなしだから近くで見れるといいな。ありがとう、本当にね。そう、滝さんはやっぱりカメラってイメージがあるけど、でもやっぱりね、台湾とかもね、カメラ持たない時は前のこと間近で見ていただいてね、もっともっと好きになっていただければ嬉しいです。鍵締めだよ、ありがとう。滝さん応募してくれて、これからもずっとよろしくね。滝さんのこと大好きだよ、本当に。パフォーマンスとか前の顔とか、みんなの顔とかパフォーマンスとか全部見てね、楽しみにしてるね。ありがとう。稲妻も楽しみにしてるし、宮川もよろしくお願いします。ありがとう、ありがとうございます。はい、ということで、この今日のお洋服はどっか外に行った時に、外に行った時にっていうのは遊びに行った時とかに、また後日載せようかなって全身思ってるから、待ってて。なんかさ、無機質な時に着てもあれかなと思ったから。この服は初めて着たよ、トップス、かわいいでしょ、いただいたやつ。もうさらっと見せると、なんかここが黒のスカートになってて、黒のスカートになってて、普通にミニスカみたいな感じです。久しぶりにミニスカ履いたなって感じ。そのミニスカ履かないので、久々履いたなっていう感じですね。今なんか応募受付してるかな、ニヤカワとかしてるのかな、わかんないですけど、
あのいろいろ多分ねイベントがあるけど、そうちょっとね最近ちょっと SNS から離れてて、そうちょっと SNS から離れてるんですけど、まあもうちょっとしたらまた戻ってくるので待っててください。感謝祭は16まで、 ありがとうらしいです。ぜひ感謝させてください、本当にぜひ感謝させて。なんか去年の感謝祭もめっちゃ面白かったから、なんか会いたいかも楽しかったよね去年の感謝祭に来てくださった方は多分わかると思うんですけど、そういろんなことしたりとかしたので楽しかったので、ぜひぜひ待ってますね。そうイベントラッシュが始まるので、みな私も気をつけてねって言っていただくんですけど、皆さんも体調に気をつけてあの過ごしてくださると嬉しいです。やっぱり体調崩していけなかったら元も子もないと思うので、ぜひぜひねそう会いに来てくださると嬉しいです。お待ちしております。はい、そうですね、あとなんだろう、なんか質問ある？なんか質問あるか？なんかエアコン大丈夫ですよ。今日の夜ご飯、あーなんかケータリングにあったサラミ食べました。最近ね、なんかご飯を食べる、もちろんリハがあって、まあリハが結構ぶっ通しなのでご飯食べる時間とかもあるんですけど、割とパッと食べれるものじゃないといけないので、私は大体朝か終わった後に食べるんですけど、朝からねあゆみんに教えてもらった吉野家の牛丼をバッと朝に食べるとスタミナが結構早くつくので、なんていうのスピード勝負なんですよ、あの栄養補給は。だから牛丼を食べてチーズ牛丼食べて挑んでます、リハーサルとか。そうでも大体一食バーンって食べてみたいな感じです。チーズ牛丼に温玉トッピングの頭大盛りで食べてます。そうそれ結構血糖値爆上げなんですけど、まあ逆にちょっと不健康なんじゃないのみたいな感じになるかもしれないんですけど、あの他の食事はほぼほぼ取ってないんで安心してください。寝ないよ。そこをなんていうの、栄養ドリンク、ちょっとカフェインが入った栄養ドリンクとかで補うと結構集中できるのでおすすめです。あゆみんと一緒にこの前牛丼買いに行ったそうあゆみんに教えてもらった頭の多め、そう私あんまり牛丼とか食べなかったんですけど頭多めめっちゃ美味しかったです。そう最近結構あゆみんといるイメージ、そうねあゆみんそう優しいんだよね。眉毛結構リハで結構あーってなってたりとかしたりとか、そう疲れてるんだろうなっていう感じ、疲れてるなっていう時にファイティー大丈夫って言ってくれるからすごい優しい。そう、そう優しいなって思うよ本当に。そうなんかね、そうめっちゃ優しい。なんかねはぁってなってもなんか死ぬよねみたいな寄り添い型でもう早く帰った方がいいよみたいな感じで言ってくれるから、あのそそくさと早く帰るんですけどはい、もう最近はあゆみんがいっぱいね私に
いろいろ言ってくれて支えてくれます。あゆみはめっちゃ早上がりタイプ。そう、あとはデノンとかやね、ももかも。そう、デノンはもう ずっと優しい。そう、助けてもらってますね、本当に。そう、みんなも体調気をつけてね。そう、初恋シンデレラも100万回再生突破して嬉しい。そう、今日ね、ちょうどメンバーと一緒にいる時に、まあ、知って、うわー行ってるよって言ったら、みんなが本当に最速じゃないみたいな、びっくりしてて、私も嬉しかったです。やっぱり多分初恋シンデレラ初めてのラブソングで、多分いろんな皆さんの意見とか思ったこととか同じか意見とかあったと思うんですけれども、でもそれでもやっぱり皆さんがそれぞれの解釈をしてくださって、で素敵な歌詞を作ってくださって、で素敵な曲を作ってくださって、 MV を作ってくださって、いろんな方のなんていうんですかね、手がかかってできたこの曲 MV なので、やっぱりたくさんの方に愛されると嬉しいですし、私もすごく好きなので、なんか皆さんにもっともっと好きになっていただけると嬉しいです。そう、高嶺の花もね、あそこも結構みんなに褒めていただくことめちゃ多くて嬉しいって感じです。よしすいません、もう本当にもうめっちゃのどいいことなんですよ今。よしって言った理由は、髪の毛を見たの、今こう自分のね話して、髪の毛を見て、よしトリートメントに行こうって思っただけで、もう特に本当になんかできたよしとかじゃなくて、よしトリートメントに行こうのよしでしたちょっとね、この髪が、この服だったらストレートでも可愛いなと思って、でもストレートするならちょっと髪の毛トリートメントに行った方がいいなって、あってよしトリートメントにちょっと後じゃかい稲妻ロックの前に行こうって思っただけなの、ごめんね心の声ダダ漏れだったそう意気込んでましたありがとう。そう、個人ショールームをするタイミングをちょっと伺うんだけど、ちょっとまだできなさそうだなって思うから、そう X とかもいっぱい更新したいんだけど、ちょっとまだちょっと厳しいので、ちょっとだけお休みさせてください、お願いします、ありがとね。そう、でもギガがめっちゃ残ってる、その代わり今月の3分の1過ぎて、まだ40ギガあります。だからちょっと元気になった時に楽しみにしてくださいだからみんなとお話できるとか楽しみにしております。はい、ということで初恋シンデレラのね、ジャケット写真のサイン会楽しみにしておりますので、お待ちして、あ、違います、ちょっとごめんね、バグってる。初恋シンデレラのサイン会の3日目、ありがとうございました。そう、今日はプリンセスにしてみたので、また皆さんよろしくお願いします。スクショタイムありがとう、バイバーイ。